どうも、アールと申します。今回はこちらのギーザーの車輪の獲得方法についてご紹介したいと思います。よいしょ。この武器はなかなかロマンの溢れる。まあ、枚作あるタイプのロマン武器ですね。なかなか楽しいんで、ぜひ使ってみてください。よいしょ。 えっと、必要筋力が28、必要技量が18と結構、まあ、ステータス的には必要なものが多い武器ですね。まあ、出血蓄積も70あるんで、なかなか強いと思います。えー、こちらのギーザの車輪の特大剣、特大武器か。ギーザの車輪、特大武器の獲得する場所なんですが、こちら。よいしょ。 火山間っていう場所になりますね。えー、マップで言うと、これはアルター高原なのかなリエーニエなのかなまあ、マップのかなり北側。えー、スタートがここの導きの始まりなので、かなり、まあ、道なりにずーっと上に行ったところになります。 えっと、取り方なんですが、この火山館っていうところで、中に入りまして、すぐ2階ですね。ちっと暗いんで、ランタンつけますね。2階に上がると、この食堂ですかね。この広場に、この場所に来ると、 この位置に赤レ、まあ、が出てくるんでそれ倒すだけです何かボス倒したりとかも必要ないんでまあ簡単に取れますねよいしょなかなか振りも早いんで結構使いやすい武器だと思うんでぜひぜひ使ってみてくださいでは以上になりますねよいしょ ご視聴ありがとうございました。